どうもレイです。10月の31日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日で10月も終わりですね。今日最初にお伝えする話題なんですけれども、新大生コラボ蕎麦御膳もみじ祭りで提供という記事がありました。伊那市高遠町の一般社団法人玉屋は、今日31日から11月8日に行われる高遠城跡もみじ祭り期間の土日、信州大学農学部の学生らが監修したコラボ料理を玉屋で提供します。学生が大学の研究で扱う伝統野菜を使った大根おろし、地元産の野菜を具材にしたかき揚げなどを新そばに添えたそば御膳、新大生らしさを取り入れたメニューが完成しました。唐辛子やそばなどを研究対象とし、農学部文化祭に毎年手打ちそばの屋台を出す伝統がある植物遺伝育種学研究室の学生有志で、大学3年から大学院修士課程2年の19人が参加。3月までに新大の社会人プログラムで学び、同研究室とも縁があるそば店一国の山根店主の橋渡しで玉屋とコラボが実現しました。メニューは高遠産のそば粉信濃1号で打つ盛りそばと高遠そば、そば単品のほかにそば粉かき揚げやもみじ型の芋ようかんがつく御膳を用意。大根の絞り汁と焼き味噌、ネギを入れた辛つゆで味わう高遠そばの昔からの食べ方に着目し、高遠町で古くから食べられていたとされる唐辛子と青首大根を混ぜたもみじおろし、独特の辛みを持つ下稲郡下城村の伝統野菜親田辛味大根のおろしの2つの薬味も作りました。唐辛子入りのかき揚げなど珍しい料理ばかり、どんな味なのかワクワクしながら食べてと農学部4年の山口さん、学生にそば打ちを指導した山根さんは29日完成した御膳を前に、教えた通りにできている、どんどんうまくなっているねと上達ぶりを喜びました。お蕎麦の方は1日50食限定、午前11時からの販売で午後3時に終了いたします。ただ50食がなくなり次第終了ということです。いや、いよいよね、秋そばのね、本格的なシーズンがやってきました。さすがにね、今回この高遠町まで出かけて食レポというわけにはねいきませんけれども、近々ね、真田町で採れたそばっていうのをね入手することができそうなんです。そのおそばを入手しましたら、飯テロって形でね、また動画を上げさせていただきたいな、なんていうふうに思っております。それでは10月の31日、今日は何の日をお送りいたします。ハロウィン、キリスト教の聖人の祝日、万聖節の前夜祭、古代ヨーロッパの原住民ケルト族の収穫感謝祭がキリスト教に取り入れられ、現在のハロウィンになったとされています。ケルト族の1年の終わりは10月31日で、この世は死者の霊が家族を訪ねたり精霊や魔女が出てくると信じられていました。これらから身を守るために仮面をかぶり魔除けの焚き火を焚いたとされています。これにちなみ、31日の夜、かぼちゃをくり抜いて作ったジャックオーランタン、お化けかぼちゃですね、これにろうそくを立て、魔女やお化けに扮装した子供たちがトリコアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらするぞと唱えて近くの家を一軒ずつ訪ねます。家庭ではかぼちゃの菓子を作り、子供たちはもらったお菓子を持ち寄りハロウィンパーティーを開いたりします。まあ、このお祭り自体はキリスト教のお祭りではないとされています。ハロウィンに対しては本来キリスト教にとっては異教徒の祭りであることから、キリスト教教会においては容認から否認まで様々な見解があるそうです。このジャックオーランタンなんですけれども、伝承上の人物っていうのがおりまして、 YouTube でねよく紹介されているのが、悪賢い遊び人が悪魔を騙して死んでも地獄に落ちないという契約を取り付けたんですけれども、死後生前の行いの悪さから天国に行くことを拒否され、悪魔との契約により地獄に行くこともできずに株に憑依して安住の地を求め、この世をさまよい続けている姿だっていうふうにね言われていますね。もともとはね、株をくり抜いてそれをねジャックオーランタンっていうふうにしてたんですけれども、このお祭りがアメリカに伝わった時にね、株よりもかぼちゃの方がねよく取れていたということで、株の代わりにこのかぼちゃが使われるようになったっていうふうに言われています。そしてね、もう一つのね伝承上の人物というのがおりまして、生前に堕落した人生を送ったまま死んだ者の魂が死後の世界への立ち入りを拒否され、悪魔からもらった石炭を火種にし、干からびて転がっていた株をくり抜き、それを入れたランタンを片手に持ってさまよっている姿だっていうふうにされています。
これはウェル・オー・ザ・ウェイプっていうね、世界各地に存在するポニビ伝承の名の一つです。現在ね、日本にね、このハロウィンパーティーっていうのがね持ち込まれてもう長い年月が経ちますけれども、実際にね盛り上がったのがね2010年以降じゃないですかね。まあ様々なね問題などもありますけれども、一つのね催し物としてね、このハロウィンパーティーっていうね企画、とてもいいものではないかなっていうふうに私は思います。それでは次の話題です。ガス記念日。日本ガス協会が1972年に制定。1872年9月29日、これは新暦の今日ですね、横浜の馬車道でガス灯が点灯されたということで、まあ今現在このガス灯っていうのはね残っているのかなっていうふうに思いますね。まあもしね残っているものであれば、そのガス灯がついた明かりっていうのをね一度見てみたいものだなっていうふうに思いました。それでは次の話題です。日本茶の日。1192年のこの日、臨済宗の開祖栄西が宋から帰国し、茶の種子と製法を持ち帰りました。これをきっかけにお茶文化っていうのが広がっていくんですけども、このお茶のお供としてね、やはり甘いものっていうのがね私は連想されました。これにちなんでね、出雲ぜんざいの日というのがあります。出雲ぜんざい学会が2007年に制定。1031を漢字の1031とみなして、ぜんざいっていうね語呂合わせにしているそうです。それでは次の話題です。2019年、沖縄県那覇市の首里城が焼失。2019年10月31日未明に火災が発生し、西殿と北殿、南殿が全焼したほか、合わせて7棟の建屋延べ4800平米が焼失しました。これはね大変に大きなニュースになりましたよね。私もね一度だけ沖縄っていう土地をね訪れたんですけれども、その時ね首里城の修復工事っていうのが行われておりまして、この首里城を見ることができなかったんですよね。またいつか行きたいななんていうふうに思っていたんですけれども、現在はねこの首里城が消失してしまったということでね、その姿をね今は見ることはできませんね。この時のね火事の時系列というのがありました。31日の2時34分建屋内の熱反応センサーが異常を感知。2時40分が火災発生時刻と見られているが調査中ということで、2時41分、城内の火災報知器が作動。火災を感知しまして、警備員が正殿から煙が上がっているのを発見しました。以降、他の建物にも次々と延焼します。2時50分に消防隊が到着。4時頃、正殿が激しい火災により崩落しました。そして4時24分、消防庁は災害対策室を設置。第1次応急体制が施行されます。5時35分に正殿は完全に焼け落ちてしまいます。そして11時火災の体制を鎮圧、消防活動は継続して、消防庁職員他を現地派遣します。そして13時30分完全に鎮火しまして、この時に11時間ほどにわたり燃え続けたことになります。今年の1月に被災状況と1992年に復元された際の資料に基づき、主要や建材、文化資材を同じ条件で再建する旨の緊急報告書を世界遺産センターへ提出しまして、今年の6月の29日から7月9日に中国の福建省で開催予定だった第44回世界遺産委員会において承認を得る予定でしたけれども、新型コロナウイルス感染症の流行により世界遺産委員会の開催が延期となっていました。ちなみにね、NHK はウェブサイトで高精細な空撮画像から首里城の 3D モデルをね復元し公開しています。この復元する技術というのは大変に困難なものだっていうふうに聞いております。その中でね、この NHK のように詳細なね 3D モデルを復元できる技術があれば、それを利用して復元するというねこともね視野に入れて復元したらどうかなっていうふうに考えたりもします。重要文化財のね火災というのはね、金閣寺もそうですけれども、多くの重要文化財がこの火災というものでね消失して失われています。一度火に覆われてしまえば、その歴史的に貴重な資料というものは後世に残すことができなくなってしまいます。現在ではねデジタル化が進みまして、その貴重な資料をねデータとして残しておりますけれども、そのデータも失われないっていうね保証はないわけですよね。やはり貴重な資料を守るため、最新のね消火技術というものも取り入れていかなければいけないなっていうふうにね、この首里城の火災を見てね深く思いました。
それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。